日本卓球協会は27日、東京都内で関係者を約200人招いて、パリ五輪の報告会を開いた。男子団体4位、シングルス8強のエース張本智和、智和企画は、出場3種目でメダルに届かなかったパリ大会の雪辱への思いを語った。卓球選手は30歳が一つの区切りとし、現在の21歳から、この9年間が一番勝負だなと思っている。 それまでのオリンピック2大会で絶対にシングルスでメダルを取りたいと思っていると28年ロサンゼルス32年ブリスベン大会での表彰台に向け覚悟を示したパリ大会のシングルスでは準々決勝で金メダルを獲得した阪神と中国から先に2ゲームを奪うなど追い詰めたが3対4で惜敗。団体では準決勝でスウェーデン 3位決定戦では開催国のフランスにいずれも2対3で屈した。13日に帰国後、17日には練習を再開。課題を洗い出し、取り組んできた。全体的に言えるのは攻撃的な卓球ですね。やっぱり攻めてなんぼ、張本、攻めているなという状況を増やせればいいなと思いますと、安定感に加えた攻めのスタイルへの進化を掲げた。 国際大会は9月9日開幕の WTT チャンピオンズマカオ大会から参戦。10月のアジア選手権、カザフスタンでのタイトルに照準を合わせる。その前に31日に琉球の一員として金沢との T リーグ初戦を迎える。五輪後初戦で、今季加入した五輪団体メンバーの篠塚博と、愛知高大と共闘し、チームとして2期ぶりの頂点を目指す。 強い戦力が加わる。出場する試合は勝って優勝を奪還できるように。大舞台での悔しさを胸にエースが再スタートを切った。